スポーツクライミングとは、登山のロッククライミングで使われる、登攀技術をもとにした、競技の総称。講義には、スポーツクライミングの競技大会に参加するための、トレーニングとして行われている、人工壁のクライミングも、スポーツクライミングと呼ぶ。スポーツクライミングというのは、基本的に人工壁を使い、かっちりとしたルールの下で参加者同士が、 技の優劣やタイムを競い合う競技として行われるものなので、フリークライミングという概念とは異なっている部分が多く、たとえどちらもクライミングを行っているとしても、両者は別物である。スポーツクライミングの国際競技大会における種目には、各規模のものがある。クライミングウォールと呼ばれる人工壁やクライミングホールドなどの設備、及び確保機、ハーネス、ロープ、カラビナ、 クイックドローなどの用具を使い、選手が、投範技術を競う国際統括団体は、国際スポーツクライミング、連盟インターナショナルフェデレーションオブスポーツクライミングであり、日本国内の統括団体は、公益社団法人日本産学、スポーツクライミング協会ジャパンマウントニリング、スポーツクライミングアソシエーションである。スポーツクライミングの競技会の国際競技連盟は、 アイフスックであり、アイフスックが厳密な競技ルールを制定している。日本においてアイフスックに加盟したのは日本産学協会である。アイフスックが主管するワールドカップは1988年から始まった。同じくアイフスック主管の世界選手権の方は1991年から始まった。2007年にスペインで行われた 世界選手権に50カ国以上の国々から参加を集めるなどして、スポーツクライミングは国際的にもメジャースポーツへの道を歩み始めた。2007年12月10日、国際オリンピック委員会はローザンヌで理事会を開き国際スポーツクライミング連盟を仮承認した。後に正承認となり、スポーツクライミングは IOC の承認競技の一つとなった。 その後、オリンピックの正式競技に採用されない状況が続いていたが、2020年東京オリンピックにおいて、開催都市提案の追加種目として採用され、リードボルダリングスピードの複合種目が実施される予定である。日本では2008年から国民体育大会の山岳競技として、ボルダリング競技が正式種目に加わった。日本の国体の競技は、 二人で一チームを編成し、リードとボルダリングの二種目で、チーム同士が競う複合競技として行われた。アイフスックが統括する公式の競技会で、行われている種目はリード、ボルダリング、スピードの三種目となったのだが、日本では従来スピード競技はあまり行われていなかった。世界では、スピード種目も他の種目同様にとても人気が高いのだが、なぜか日本では、 スピード種目の普及が遅れ、経験が不足し、その結果、日本人選手が国際大会で戦う上で弱点となった。しかし、2020年東京オリンピックの競技として、スポーツクライミングの複合種目が実施されることから、日本選手もスピード競技への取り組みを進めている。アイフスク公認の国際大会としては、下記のものがある。日本人選手は、 国際大会の決勝戦の常連である。優勝したり、上位入賞者として、複数の日本人が名を連ねることが、当たり前になっている。競技として、フリークライミングを行う場合、参加者が公平に競技を行うために、人口の岩場で競われ、リードとボルダリングでは、競技ごとに課題を新規にセッティングして、初見トライで登ることで競われるのが普通であるが、リードの予選では、 参加者が多い時にはフラッシング競技となることもある。なお、スピードでは大会ごとにルートが設定されることもあるが、アイフスクでは標準ルートを定めており、これを用いた大会については世界記録認定の対象となる。なお、日本でクライミング関係者はクライミング競技会のことを短くコンペと呼ぶことが多い。2020年東京オリンピックでも 競技種目として採用されている。リードクライミングに関しては、当初見られたように毎年ルールが顕著に変更されるといった事態は近年は起こらなくなり、2007年までにルールはほぼ確定していると言える状態であった。ボルダリング競技についても、アイフスックワールドカップや世界選手権といったクラスの大会ともなると、ルールの改定は頻繁には行われないようになってきていた。 ただし、2008年に制定されたルールではリードも、ボルダリングも、刑事法などに変更点があった。リード種目12メートル以上の高さを持つ、オーバーハングした壁を、命綱であるロープで確保された状態で登る競技。予選、準決勝、決勝の3ラウンドからなる。選手は各ラウンドにおいて1本のルートを1度だけ、オンサイトでトライする。 アテンプ途中たった一度でも墜落したり、反則行為があったりした場合や、制限時間を超過した場合にはその時点で競技中止となり、それまでに達した最高到達点がその選手の成績となる。競技時間数分の中で力を限界まで絞り出す。ところとむしろ軽く流すところ、そして相手進まないで休むところなどの見極めが必要となる頭と体を使う競技である。 リードクライミングのリスクボルダリング種目およそ5メートル以内の高さの短い課題をロープなしでトライする。安全確保のために床面は厚いマットで敷き詰められている。リード種目と同様に予選、準決勝、決勝の3ラウンド制であるが大きく異なるのは各ラウンドの課題数が複数であることと一つの課題で墜落しても制限時間内ならまたやり直せる点である。 選手は、それぞれの課題を順繰りにトライし、制限時間内に登れるかどうかを競う。成績は、基本的にはできるだけ多くの課題を、できるだけ少ないアテンプと数で登ったものが勝者となる。正確には、この、登ったには、各課題の最終ホールドを、両手で保持して、審判の、OK コールを受ける、関東と、中間部のキーとなるホールドを保持する、 ボーナスポイント保持の2つの判定基準がある。具体的には、成績判定は、最も多くの課題を関東した者が、勝者、それが同点ならば、関東に用した総アテンプと数が、より少なかったものが、勝者、まだ同点ならば、より多くの課題で、ボーナスポイントを保持した者が、勝者、なおも同点ならば、ボーナスポイント保持に用した総アテンプと数が、 より少なかったものが勝者という4段階で付けられていた。2018年のルール改正により、ボーナスの故障がゾーンに変更されるとともに、成績判定の基準も、関東数ゾーン獲得数関東のアテンプト数、合計ゾーン獲得のアテンプト数合計の順に比較して順位を決める方式に変更された。最初から最後まで厳しい動きの連続となり、 リード種目に比べて身体能力、技術、パワーがより必要とされる課題が多い。しかし中には動きを読み解くこと自体が困難なパズル的課題もあり、パワーだけでなく頭をも使わされるという点ではリード種目と同様である。なお、国内におけるボルダリング競技会はリードクライミング競技会のそれに比べて多種多様な会場条件で行われることがあり。 会場の都合に合わせて、アイフスクルール以外の独自ルールが採用されることが、だとある。スピード種目あらかじめ決められた条件の壁をいかに、早く駆け登れるかを競う壁の高さや傾斜、ホールドの種類や位置、角度は統一されており、大会が変わっても、同じ条件となるため、他のに種目と異なり世界記録が存在する。なお、選手は競技中。 安全確保のため安全装置につながったロープを装着して競技を行う。予選は用意された2本のルートを1回ずつトライしてタイムを計測し、早い方のタイム順に16名が決勝に進出する。決勝は対戦形式によるトーナメントとなり、予選1位と16位、2位と15位というように予選順位の高い選手と低い選手の組み合わせで1回戦を戦い、 早くゴールした方が次のラウンドに進む。フォルススタートを犯すとその時点で失格となり、決勝トーナメントの場合は、対戦相手の勝利となる。複合種目上記の3種目を行いその総合ポイントで争う。予選を行い、その上位6選手が決勝に進む。なお、スピード種目については、予選は2度のタイム計測により、順位を決めるが、 決勝は二人一組の対戦形式で実施され、各勝者と敗者の中で最もタイムが早かった1名を、加えた4名で準決勝を行い、決勝、3位決定戦を経て順位を決める。総合順位は、予選、決勝とも、3種目の順位を掛け算して算出した、ポイントで決められ、ポイントが小さい選手ほど上位となる。掛け算でポイントを算出するため、三種目でバランスよく、 成績を残す選手よりも、特定の種目で抜きんでた成績を出す選手の方が、上位になりやすい。国内では、ジャパンカップ主催、リード及びボルダリング、日本選手権主催、リードや B セッションなどの著名な競技会があり、また、国民体育大会の競技として、山岳競技種目の一環の形で、フリークライミングが採用されている。なお、 2004年度までは JFA がジャパンツアーの形で全国を転戦するツアー大会を行うことにより国内競技会の黎明期を支えてきたが、現在ではその役目を終えたとして終了している。現在ではジャパンカップ、日本選手権、B セッション、国体山岳競技などのメジャー大会と各事務や地方団体が独自に行う特色ある。 大会とが日本のコンペ会を構成している。国際大会としては、アイフスックが主観するワールドカップと世界選手権が権威ある大会である。1988年から始まった前者は、毎年4から10戦程度を欧州を中心として世界を転戦する形で行い、年間ランキングを決定する。後者は1991年に始まり、2年に一度、 行われている。ワールドカップの各大会はリード、ボルダリング、スピードの全種目を行うとは限らないが、世界選手権では全種目が行われる。我が国にワールドカップ大会がやってきたのは1991年が最初であり、これはアジアで行われた初めてのワールドカップであった。また翌年にも神戸市ポートアイランドのワールド記念ホールで大会が行われた。 しかしその後2001年のマレーシアクアラルンプール郊外大会まで10年近く、ワールドカップはアジアで行われることはなかった。近年では中国が毎年開催するなどアジアでの大会が年に1、2000あることが普通になり、その中で2007年には15年ぶりに日本で大会が行われた。2009年4月11日から12日には同じ加市民体育館にて、 ボルダリング種目のワールドカップが行われた。2011年9月には、千葉県印西市の松山下公園総合体育館で、リード種目のワールドカップが予定されていたが、同年3月に発生した福島第一原子力発電所事故の影響で、海外選手の来日が困難となり、中止に、翌年2012年10月27日から28日に、 松山下公園総合体育館で開催された。ワールドカップの年間ランキングは各大会における順位によって与えられるスコアの和の大きい順となる。また近年は強い選手の集まった大会で得たポイントにより大きな重みづけを与えるというコンセプトが導入されたワールドランキングも公表されている。日本勢では 男子の平山雄二が1998年2000年にワールドカップリード競技の年間チャンピオン。アンマタスク戦が2012年のワールドカップリード競技の男子年間チャンピオン。女子の野口啓代が2008年及び2009年のワールドカップ総合女子年間チャンピオン。2009年及び2010年のボルダリングワールドカップ女子年間チャンピオン。同年のボルダリング競技女子。 ワールドランキング年間チャンピオンに輝いている。ワールドカップの年間覇者は以下の通りである大会で優勝や上位入賞の経験がある選手を挙げる。ありがとうございます。